トベトーヒロースデイ2の光と音は初日よりも評価が高い。今日のパフォーマンスに期待しましょう。タッキーのステージングはまさに素晴らしかった。彼のステージは光や音のサプライズだけでなく、すべての出演者を包み込む博愛の心に溢れていた。彼の理念と人間性がそのままステージに映し出され、観客は心から感謝と賞賛を送った。あの日、東京ドームのステージが一夜限りの華やかな世界へと変身した。 そこには光と音が交錯し、キャスト全員を包み込む愛の輪が広がっていた。その中心に立っていたのは、間違いなくタッキーだった。そして、ナンバー、愛オ、君たちはまさに21世紀の英雄だ。君たちの凄さには驚かされるばかりだ。ビジュアルも最高だったし、常に期待を裏切らない。滝沢社長が以前言っていたように、東京ドームを1週間借りての準備には2日かかるというが、その努力は惜しまれない。 9時まで撮影が許可されていたので、X で見たが、そのタイトルはまさに説明不要だった。彼らがやるからには、海外でも十分受けるだろう。ナンバーアの東京ドームライブ初日は、撮影が許可されたため、SNS にはその動画がたくさんアップされ、大いに盛り上がった。ライブを見ていて、最初に思ったのは、平野翔がサングラスをつけていることだった。観客に対する配慮からだろう。 YouTube でも高画質バージョンのヒラのショーを見たい人は、チケットで申し込むべきだろう。ライブでは、彼らが一切歌わずにソロでダンスを踊るシーンもあったが、これは素晴らしかった。これからもナンバーアイが力強いダンスを見せてくれると確信した。さらに、北山くんが登場した時のバイクに乗ってのシーンも面白かった。あれはまさにヒーローのようだった。ただ、今回のタッキーの試みには驚かされた。 セットや演出は豪華で、ライティングも素晴らしかった。特に舞台上で浮かび上がるナンバーアイの3人の演出は、観客を驚かせた。しかし、これほどのグレードの高いイベントで撮影が許可されることは、日本では珍しい。KPOP の場合は、もっと普通かもしれないが、日本では厳しい運営が影響しているのかもしれない。日本人の道徳感が強いため、無断撮影や SNS への投稿に対しても注意が払われる。 ただし、SNS 上での拡散力は、集客やグッズの販売には非常に有効だ。今後も、こうした傾向がますます増えることが予想される。今回のライブでは、ナンバーアイが作詞したチャリティー曲が披露され、彼らのクリエイティビティが示された。誰がどの部分を作詞したのかはわからないが、キシ君が関与していることは間違いないだろう。彼の個性がその曲に反映されているかもしれない。そうじて、タッキーのステージングは圧巻だった。 彼らのパフォーマンスには驚きと感動が詰まっており、これからの活躍がますます期待される。彼らが日本の音楽シーンに与える影響は計り知れない。このようなライブやアーティストの活動について、あなたはどのような考えをお持ちですか彼らのクリエイティブな取り組みや講演の内容について、どのような印象を受けましたかそして、 今後の日本の音楽業界において、SNS やチャリティー活動の重要性はどのように変わっていくと思いますか